全国中学校体育大会、今日は相撲の全国中学校選手権の模様をお伝えします。会場は鳥取県のほぼ中央にある東白町、人口がおよそ1万3000、特産の20世紀梨の今年の出荷も始まったところです。解説は鳥取県相撲連盟の理事長井田正夫さん、アナウンサーは実況白崎、リポート高山でお伝えします。今日はこの相撲選手権の中でも中学横綱を決める個人戦の決勝トーナメントをご覧いただきます。32人にすでに絞られています。その組み合わせをご覧いただきましょう。岐阜の木村選手は東海地区のチャンピオン、さらに青森の荒木関選手は東北のチャンピオン。このゾーンは有力選手が固まっています。もう残り半分の組み合わせもご覧いただきましょう。山形の伊藤正史選手は東北の2年生の部のチャンピオンです。さらに先日行われた都道府県対抗の中学生大会ベスト4に入った奈良の青木選手も注目です。この大会では2年生の横綱がひょっとすると誕生するかもしれないという期待もありました。その中では1人、徳島の太田豪樹選手はすでにここまでで敗れています。今日の解説は鳥取県相撲連盟の理事長井田正夫さんです。実力伯仲の混戦の大会になってますね。そうですね、はい、早速優勝候補であった徳島県の石井中学の太田選手が敗れた、はい、このゾーンは非常にきついゾーンでもありましたけどね、まあ、力のある選手がまだ残ってます。荒木田、はい、青森県味沢川の一中の荒木田、それから高知の秋中学の影山、はい、このゾーンはまあこういうところが非常に強く残るんだと思いますし、次の反対のゾーンでは大阪の伊藤陽一君、はい、それから、面白いところでは、青森鶴田中学の山中君、なるほど、この辺り、それからまた東北の、福島県の大月中の須永君、はい、この辺りが非常に面白いんじゃないかと思います、はい、さあ誰が中学横綱になるか楽しみですが、さあ平成に入ってからの中学横綱まとめてみました。ご紹介しましょう。色が変わっている名前はその後プロ大相撲の世界に入った人たちです。平成3年の加藤といいますと、平成10年に天津屋横綱、現在は高見盛りというしこ名でおなじみの人です。その次の年、竹内雅人は大関雅山、さらに平成5年の垣添は去年の学生横綱、怪我でデビューは遅れていますが幕下付け出しの資格を得て武蔵川部屋に入門しています。さらにその後見ますと、一昨年の中学横綱市原選手は今年の高校総体の高校横綱に輝いています。さあ今年の中学横綱、果たして誰が手にするでしょうか。ではベスト16をかけた対戦からご覧いただきましょう。画面左、東が千葉県の伊藤です。西が岐阜県の木村、岐阜の木村は東海4県の今年のチャンピオン、先日行われた都道府県対抗では個人準優勝。ベスト16をかけた対戦が始まりました。低い踏み込み、木村が出る、回り込む伊藤、うまく手繰った、引き落とし、千葉伊藤勝ちました。土俵際の逆転、また優勝候補が1人脱落です。千葉の伊藤勝ってベスト16です。伊藤君の勝ち。次の対戦は東愛媛県松山南第二中学校鎌谷君、西鹿児島県小宮中学校永井君、2対に東藤谷君、西高橋君。2年生同士の対戦です。東が愛媛松山南第二中学の鎌谷、西が鹿児島小宮中学の永井です。小宮中学は団体戦でも3位に入りました。踏み込んだ永井、押す、出る、押し出し。鹿児島小宮中学2年、永井勝ってベスト16進出です。
上位32人の中には2年生が11人、2年生対決を制しました。永井君の勝ち。次の対戦は東愛知県延城中学校藤谷君、西山形県船形中学校高橋君、控えに東富田君、西坂口君。東は愛知県の延城中学藤谷、西は山形県の船形中学の高橋です。藤谷は2年生。仕切り線の後ろに両手をついて1秒静止、そこから立ち合いが始まります。低い立ち合い、山形の高橋頭をつけた、一気に出る、寄り切りました。山形船形中学の3年生高橋が勝ってベスト16です。栃木の大田原中学の富田、石川の緑ヶ丘中学の坂口の対戦です。西の坂口選手3年生183センチの長身です。肩から行きました富田、左四つ上手、坂口勝ちました。石川県緑ヶ丘中学の坂口勝ってベスト16進出。この長身、懐の深さが生きました。次の対戦は東三重県西谷西中学校下里くん、西秋田県花輪中学校木村くん、控えに東渋谷くん、西荒木敵くん。三重県の2年生下里は今月初めに行われた都道府県対抗ではベスト16まで進みました。対戦相手は秋田花輪二中の木村。立ち合い、下から出ます下里、押っつける木村、出足は下里、もろ差し、寄り倒し、激しい攻防でした。三重県久井西中2年下里、ベスト16進出が決まりました。東のポジ、ただいまの勝負、寄り切りにて東下里くんの勝ち。さあ注目の選手が上がってきました。東は東京の2年生の渋谷、153キロで決勝トーナメントに進んだ中で最も重い体重。西は青森の荒木関、去年は2年生ながら決勝トーナメントに進みました。優勝候補にも今回名前が挙がっています。大型選手同士、踏み込みは荒木関、喉は強烈、おっつけ、押し出し、圧倒しました。青森鰺ヶ沢第一中学の荒木関健吾、勝ってベスト16進出です。次の対戦は東沖縄県沖縄東中学校東馬くん、西愛媛県北条南中学校川村くん、控えに東中野くん、西影山くん。落とし物の連絡をいたします。東からは沖縄東中学の東馬、西からは愛媛北条南中学の川村です。川村は去年のこの大会も出場、選手に名前が載っていましたが怪我で欠場、その悔しさを晴らしたい今年の大会です。立ち合いの呼吸をお互いに自分の方に引き込もうとしています。アマチュアの相撲ではまず仕切り線の後ろに
両手をついて静止をして、そこから審判の声で立ちます。東が沖縄の東間、西が愛媛の川村。突き起こす川村、出足は東間。さあ動きが止まった、もろ差し、より倒し、愛媛の川村勝ちました。よく相手の出足を止めました。攻め込んだ東間ですが惜しくも敗れました。ただいまの勝負、より倒しにて西川村君の勝ち。次の対戦は東石川県鳴間中学校中野区、西高知県安芸中学校竹山区、2対2東伊藤君、西勝君。大変楽しみな対戦を迎えました。東が石川県鳴間中学の中野、北信越チャンピオン、西が高知安芸中学の影山、団体個人の2冠を狙っての登場。190センチある影山です。右差し、出足を止めました。突き放し得意の相手をしっかり捕まえました。高知の影山が勝ってベスト16です。次の対戦は東山形県豊浦中学校伊藤君、西鹿児島県赤城名中学校勝君、控えに東内村君、西伊藤君。ベスト16をかけた対戦も後半に入ります。東が山形の豊浦中学2年伊藤、西が鹿児島赤木名中学の勝。山形の伊藤は東北大会2年の部のチャンピオンです。一方の鹿児島の勝は九州大会の3位。寄り切り、山形豊浦中学2年伊藤正史勝ってベスト16に進みました。ただいまの勝負、寄り切りにて東伊藤君の勝ち。次の対戦は東新潟県十日町水沢中学校市村君、西大阪府森口第三中学校伊藤君、控えに東青木君、西白倉君。東が新潟十日町水沢中学の市村、体重75キロ、西が大阪森口第三中の伊藤、こちらは130キロあります。伊藤は近畿大会のチャンピオン。さあ細身の市村、どんな相撲を取るでしょうか。西の伊藤は近畿のナンバーワン。ちょっとお互い呼吸を嫌いました。東新潟十日町水沢中学の市村75キロ、西が大阪森口第三中の伊藤130キロ。大阪伊藤は近畿大会の今年のチャンピオン。まだです。主審は山下さん。お互いに仕切り線の後ろにしっかり両手をついて、審判の八景追いの声で立ちます。新潟の市村、大阪の伊藤の対戦、勝てばベスト16。立ち合い3回目、
成立。一気の出足、大阪の伊藤押し倒しの勝ちでベスト16です。はい、勝勝ち。ただいまの勝負突き出しにて西伊藤くんの勝ち。次の対戦は東奈良県紅葉中学校青木くん、西東京都明大中野中学校白倉くん、控えに東斉藤くん、西崎岡くん。東が奈良県紅葉中学の青木、今月初めの都道府県対抗ではベスト4まで進みました。西が東京明大中野の白倉、わんぱく相撲では小学校6年の時ベスト8まで進みました。同じような体つきです。青木が身長178、白倉は174、体重はどちらも115キロ。まだです。決勝トーナメント、奈良の青木と東京の白倉。青木は突き押し得意、白倉は左四つ、左の回し、白倉、あっと同競技はどうか、判定は奈良の青木です。右からの突き落としで逆転、攻めた白倉、土俵際あと一歩でした。東の勝ち。ただいまの勝負小手投げにて東青木くんの勝ち。次の対戦は東千葉県勝田台中学校斉藤くん、西愛媛県道後中学校崎岡くん、控えに東村上くん、西佐藤くん。千葉勝田台中学の斉藤、愛媛道後中学の崎岡の対戦です。愛媛の崎岡は2年生、今年の大会は決勝トーナメントに2年生が随分数多く上がってきています。慎重に足の位置を決めるのが愛媛の崎岡。さあ右を差しに行く崎岡、左四つです。右の上手、胸を合わせた、寄り倒した。力強い相撲、愛媛道後中学の崎岡勝ってベスト16進出です。まだ気迫こもっています。勝勝ち。ただいまの勝負寄り倒すにて西崎岡くんの勝ち。次の対戦は東群馬県大泉西中学校村上くん、西大分県三隈中学校佐藤くん、控えに東森くん、西矢部崎くん。2年生同士の対戦です。群馬大泉西中学の村上109キロ、大分三隈中学の佐藤は67キロの軽量。潜りに行く、はたいた、はたいた、はたき込み、群馬村上勝ちました。中に入れませんでした三隈。村上の方も相手の動きを読んでいたでしょうか。東の勝ち。ただいまの勝負引き落としにて東村上くんの勝ち。次の対戦は東石川県鳴輪中学校森くん、西千葉県志学館中等部矢部崎くん、控えに東小羽倉くん、西山中くん。石川県鳴輪中学の森、千葉県志学館中等部の矢部崎の対戦です。矢部崎は2年生、小柄な162センチの矢部崎、頭からあった、おっと引きました、引き落とし、低さがいきました。千葉の矢部崎が勝ってベスト16進出です。引き落としにて西矢部崎くんの勝ち。次の対戦は東
沖縄県中西中学校小羽倉くん、西青森県鶴田中学校山中くん、2回に東佐藤くん、西須永くん。南北の対戦になりました。東が沖縄の小羽倉、西は青森の山中です。青森の山中は去年東北大会2年の部のチャンピオンに輝きました。お父さんも相撲をやっているそうです。青森の山中、沖縄の小羽倉の対戦、低い立ち合い、ん2本入ったか。山中いい体勢、右からの下手投げ、下手投げ豪快。青森鶴田中学の山中勝ってベスト16に進みます。87キロ、決して大きな体ではありませんが足腰の良さが見せました。勝負下手投げにて西山中君の勝ち。次の対戦は東兵庫県報徳学園中学校佐藤君、西福島県大月中学校須永君、控えに東伊藤君、西永井君。ベスト16最後の一人を決めます。兵庫県報徳学園の佐藤、福島県郡山の大月中学の須永の対戦です。福島の須永は東北大会今年は3位に入りました。出る押し出し、福島の須永勝ちました。立ち合いは少し高かったんですが構わず出ていきました。ただいまの勝負押し出しにて西須永くんの勝ち。ベスト16が決まりました。その組み合わせをご覧いただきます。ベスト16の中に2年生が6人も残っています。今年は混戦模様。まずこの組み合わせの中では青森の東北チャンピオン荒木関が残っています。そして高知の影山は団体個人の2冠を狙う選手、さらに2年生の中でもなかなかこの大会いい相撲を見せている選手が続々とこの上位に上がってきました。解説は鳥取県相撲連盟理事長の井田正夫さんです。よろしくお願いします。井田さん、はい、非常にここまでの内容を見てますと、この夏ずいぶん力をつけてきたなという選手の姿が目立ちますね。そうですね、もう今年の夏でガラリと力が変わったという選手がありまして、荒木田選手なんかはこれは代表的な選手だと思いますしね、はい、まあ、高知の影山にしても影山選手にしても大変な力をつけてきたなと見ております。しかし、ね、トーナメントの難しさといいましょうかね、勝負のこのあやというのは、はい、この大会でも明暗分けてますからね。そうですね、はい、まあ、特にそのゾーンで泣かされた選手が非常に多いということと、はい、まあ、反対のゾーンでは木村、大阪の木村陽一君、伊藤陽一君とか、ね、伊藤陽一君、はい、それから体小さいんですが非常にいい上手い相撲を取る、昨年度中に東北で優勝したという、青森の鶴田中学の山中君ですね。山中君、はい、まあ、この辺が非常にその目についた選手です。はい、さあこの後どういった結果になってくるでしょうか。さあこのベスト16に残った選手の体つきというのをですねちょっと表にまとめてみたんですが、はいはい、平成のに入ってからここ10年のベスト16以上の選手の平均体重をまとめてみました。前の方はですね100キロをわずかに超えるぐらいの平均体重というのが続いていましたが、ここ4年間は110キロを超える体格、非常に体が一回り大きくなってきました。今年のベスト16に残った選手の平均体重を見ますと手元では108キロということになります。皆さん、こういった大型化してきますと子どもたちに対する指導方法というのも少し変わってきたでしょうね。昔というか5年前10年前と変わりましてね、まあ、正攻法に非常に基本に忠実な練習方法を取り、将来に向けての選手の育成ということが非常に指導者の皆さんも考えておられます。以前は勝てばいいというので非常にその、はい、
技を逆に指導したんですが、はい、今のやり方をしますと怪我が非常に少ないということで、体を生かすという形になってきたんですね。はい、さあベスト16からベスト8をかけた対戦が始まります。東の千葉の伊藤は体重85キロ、鹿児島の永井は120キロあります。体重差は35キロ、大きな相手にどう取るでしょうか。伊藤左に変化、しかし構わず出る永井、上手もどう手にかかりません。上手は伊藤、上手投げ、千葉伊藤勝ちました。非常に組んでね、形が良かったもんですからね。ただいまの勝負、そしてまた大きな永井君に胸を合わさせませんでしたね。そうですね。そしてこの投げ、はい、やはりこのどちらかというと軽量の選手にとってはこの足腰の良さというのは慎重になりますね。そうですね、下手側の引きが非常に効いてましたんでね。はい、続いては山形の高橋、体重は98キロ、西の石川の坂口は112キロあります。この坂口の112キロが今年のベスト16の平均、ほぼ平均に近い数字になります。なるほどね、まあ、昔に比べれば大変大きくなったのは事実ですよ。さあ立ち合い、低い立ち合いは高橋、かわしてるのが坂口、上手を取った高橋、攻める両上手、寄り倒し、山形の高橋勝ちました。ただいまの勝負、寄り倒し、高橋君やっぱり立ち合いからの低いのがね、非常に、はい、勝負に明暗を分けたようですね。回しの位置ずいぶん違いましたね。注目の青森の荒木関が西に登場です。荒木関は180センチで135キロ、対戦相手三重の下里は95キロです。荒木関は去年この大会に出た時よりも体重が10キロ増えています。この突き放し、これが持ち味です。青森の荒木関勝ちました。ベスト8です。昨日試合の前にコーチの方にお話を伺ったんですが、体を生かす相撲を取らせたい、立ち合いからの出足、これを生かしたいというんですが、この今日の内容どうですか。団体からですけど、非常にうまい立ち合いから体を生かした突き押しで、はい、活路を目指していますね。この出足が非常に特徴があります。はい、さあ今度は愛媛の北条南中学、川村は93キロ、そして長身190センチの高知の影山は体重は118キロ。この長身、懐の深さを生かすでしょうか影山。四国勢同士の対戦です。勝てばベスト8。手をつかない、さあ差しに行った影山、差し手争い、出る影山、寄り切り、力強い相撲です。コーチの影山、個人戦の時からね、調子を上げてきています。はい、長身の割には2本割いて寄り切るというような形は非常に力強いものがありますね。そうですね。東山形の伊藤正史、東北2年のチャンピオンは100キロ、ちょうど大阪の伊藤翔一は体重130キロ、こちらは近畿の今年のチャンピオン。それぞれの地域でチャンピオンの座を勝ち取ったこの両者の対戦です。山形の伊藤正史、大阪の伊藤翔一の対戦です。
慎重に間合いを取って、さあ低く当たる伊藤正史、うまく中に入った、おお前攻めだ、切り返した、山形の伊藤正史勝ちました。近畿のチャンピオン大阪の伊藤翔一は敗れました。今立ち合いからご覧いただきます、はい、いやうまい攻めですね、うまいですね、下から低く当たって、浅いもろ出しになって下手を取ってそのまま釣り上げて落とすというような、はい、じゃあ非常に力強い相撲を取っておりますね。そうですね、前回しの引き付け方ものすごい力ですね、そうですね、いい相撲でした。2年生でベスト8進出です。東から奈良の青木が上がりました。青木は178センチで115キロ、愛媛の崎岡は2年生です。135キロ体重があります。この恵まれた体格を生かして相撲を取っているのが崎岡、青木も均整の取れた体つきです。突き放していきたい青木、右を差していきたい崎岡、突き放す青木の攻め、崎岡はまだ差せない、右が入った、これでどうか、今度は左が入った、低い攻め、流れは崎岡か、懸命に押っつける青木、右差し左押っつけの崎岡、前の突きを引きますね、青木も左からうまく押っつけて頭をつけています。崎岡右の引きつけがまだできません、起きてきた、胸があった、より倒し、愛媛の道後中学2年崎岡勝ちました。最後は井田さん、体の差というんでしょうかね。そうですね、もう相当の差がありますんでね、はい、あの柔らかい体でも持ちこたえられませんでしたね、しかし見応えある相撲でしたね。これはもう大変力の入った相撲でした、はい、次の対戦は東今最後の勝負が決まるところです。この右の下手、これが命綱でした。そうですね、今度も2年生が土俵に上がっています。2年生同士、群馬の村上は体重109キロ、千葉の矢部崎は軽量75キロ、決勝トーナメントに入っ進んだ最も小さな選手、背が低い分どうして、ね、下に入るかでしょうね。立ち合いのやり直し、今度が3回目になります。なんとかこの小さい体潜り込みたいという山崎の立ち合い、さあうまーっと押しつぶしてしまいました。群馬の村上が勝ってベスト8進出です。中に入れませんでした山崎。東の勝ち、ただいまの勝負引き落としにて東村上くんの勝ち。次の対戦は東青森県鶴田中学校山中くん、はい、西福島県大月中学校須永くん、はい、控えに東伊藤くん、はい、西高橋くん、はい、福島の須永118キロあります。一方の青森の山中、非常に筋肉質の体つきに見えますが、体重は87キロというのが登録の数字です、まあ、非常にこの選手はね、動きも速くて、はい、私どもこれひょっとしたらと期待してるんですけどね。そうですか。さあどんな相撲を取るでしょうか。青森の山中、うまくいなした、押し出し、ただいまの勝負押し出しにて東山中くんの勝ち。勝ったのは青森の山中が勝って、はいはい、ベスト8進出です、
ベスト8が出揃いました。今年のベスト8の中に2年生が3人残りました。まあ、優勝候補にも挙げられている3年生の荒木関影山という顔ぶれの他に、2年生でどうでしょう、井田さん、はい、山形の伊藤君がいい相撲を今大会見せてますね。はい、これはね、非常にいい相撲を見せていますんでね、はい、まあ、2年生でも優勝できる可能性が非常に多くなってきましたけども、なんといってもね、このゾーンの中にせっかくの優勝候補が2人入っているというような形でしてね、はい、それ確かに2年生にチャンスが出てきました。そうですね、ちなみに2年生の中学横綱というのを調べてみますと、昭和54年高知明徳の秋元久雄選手以来ないんですね。しかし今年はこの混戦模様の中から2年生が上位に抜け出してきた、この後の対戦がだんだん楽しみになってきますね。秋元君というのは大きな選手だったと思うんですよ。はい、さあそれ以来の2年生横綱誕生もあるんでしょうか。放送席白崎さん、はい、この後登場する、千葉県の志学館中等部の伊藤選手なんですが、のお話なんですが、初戦の木村選手、優勝候補の木村選手、はい、この選手を破ればいけるという手応えはあったということで、破ったことによって、非常に今勢いに乗っていると話していました。そうですか。今日はリポートは高山アナウンサーが担当しています。さあ準々決勝が始まります。まず千葉のこの勢いに乗ってきたという志学館中等部の伊藤、85キロの体格なんです。はい、山形の船形中学高橋は98キロあります。準々決勝まずはじめ千葉の伊藤と山形の高橋、前を見ているのが伊藤です。手をついているのが山形の高橋、身が入った、深く入った、高橋は頭をつけている、上手を探っている高橋、取りました、攻める、おっともつれた、判定は千葉の伊藤、しかし土俵下から複数の手が上がりました。審判団より異議申し立てがありました。大相撲ですと物言い、はい、アマチュアの相撲ですと異議申し立てという言い方をしますが、いいす、はい、土俵際際どかったですね。際どかったですね。非常に体勢で無理な打っちゃいなんですけどね、はい、まあ、伊藤君は体が柔らかいんでしょうね。打っちゃいで体勢を五分に持ってきましたからね。はい、そうですね、行きましょう。勝ち、競技の結果は初めの判定通りです。土俵際の大逆転、大逆転ですね。千葉の志学館伊藤がベスト4進出です。さあ次は楽しみな対戦です。もったいないぐらいです。青森の荒木関と高知の影山の対戦です。白崎さん、はい、高知県、秋中学の荒木関選手なんですが、影山ですね、影山選手ですね、はい、失礼しました。監督にお話を伺いまして、今回この団体戦の勝利と、あと PTA とですね、はい、あと校長先生、教頭先生が練習に、応援にいらしているということで、はい、それが見えない力になっていつも以上の力を発揮できていると話していらっしゃいました。なるほど。周りの方も随分支えてくれるのがこの中学の相撲です。高知の秋中学影山、1m90cm、118kg、青森の荒木関、こちらも町ぐるみで相撲が盛んです。鰺ヶ沢第一中学、団体戦では影山の秋が優勝、荒木関の鰺ヶ沢第一が準優勝。さあここではどうでしょうか。団体戦で対戦した時には、ね、荒木関の出足を影山が止めました。はい、まあ、組み止めて勝ったわけですからね、やはり今回もそういう形を取らないとね、大変でしょうからね。出足の荒木関、組み止めれば影山、止めた、もろ差しだ、攻める、寄り倒し、高知の影山勝ちました。
力と力の対決、荒木関の出足を止めました影山。立ち合いからもう一回ご覧いただきましょう。ここで当たったのもね、勢いを止めた、両回しを引きつけてそのまま寄って出るという、はい、非常にこういう相撲にぶつかって押す突き相撲には、はい、この形は非常にいい相撲だったと思いますね。さあベスト4のうち2人が決まって2年生同士の準々決勝です。東が山形豊浦中学の2年伊藤正史、西は愛媛道後中学の2年崎岡。山形の伊藤のお兄さんは去年この大会に兄弟で一緒に出ていました。今年高校1年生になっています。お兄さんもこの会場に応援に来ているそうです。伊藤正史は非常に柔らかさ、勝負感の良さをこの大会見せています。崎岡の方はこの前に出るじわじわと出る攻め、はい、ここが持ち味、この大会見せています。2年生同士、勝てばベスト4。ちょっとお互いに気持ちが前に出てきているでしょうか。東山形の伊藤、西が愛媛の崎岡です。一回り大きな体が崎岡、起こす伊藤が攻める、のど輪叩いて上手を取った崎岡、構わず攻める、切り返す切り返す、寄り切り、山形の伊藤勝ちました。ベスト4、攻める攻めるという内容ですね。そうですね、下から下から、置いて出てそのまま、はい、持っていくという力強い相撲ですね。はい、1メートル66で100キロ、体としては今の中学生小さい方なんですかね。だけど大変な筋肉ですね、はい、そんなに力強いところありますね、はい、この大会はベスト8というのが一つ目標でしたが、それを一つ上回ってベスト4まで進んできました。さあ準々決勝の最後の試合、群馬の大泉西中、村上は2年生です。青森鶴田中学の山中は3年生。山中が左の回し、右も前回し、うまい形です。攻める、寄り切り、山中勝ちました。勝ってベスト4。青森はいわばエースと言われている荒木関が敗れましたが、ね、山中がベスト4に残りました。ここから低い体勢で入って理想的な形に回しを取って前回しを取って、はい、非常に低い体勢からそのまま寄り立てるという。そうですね、この右からの攻めいいですね。そうですね、右からの前みつを持ち上げながら持っていくというのは非常に良かったと思います、はい、さあこれでベスト4が出揃いました。千葉志学館の伊藤、高知秋の影山、山形豊浦中学2年の伊藤、さらに青森の鶴田中学の山中。平さん、この顔ぶれを見て、はい、体重は影山君の118が一番重いんですね今年は。小兵がねこうして活躍してくれますとね、はい、中学生にやる気が出てくるんですよ。決して体が大きいばかりではなく、そうですそうです、なんでしょう、スピード、はい、それから勝負感。そうですね、例えば今日の山中君、はい、伊藤君のような場合は、はい、キレですね。そうです、そういう選手が出てきますとね、はい、僕もできるんだというね気持ちが出てきて、非常に我々も小さい人の活躍は大事にしたいと思っております。はい、さあいよいよ今年の全国中学校相撲選手権も準決勝を迎えました。ベスト4の中に2年生も1人残っています。準決勝戦を行います。準決勝戦最初の対戦は東千葉県志学館中等部伊藤亮君、西高知県秋中学校影山雄一郎君、迎えに
千葉志学館の伊藤、85キロ右四つが得意の形。高知の影山雄一郎、190センチの長身、しかしこの大きな体ですが刺す相撲、相手を起こす相撲、低さがこの大会出ています。皆さん、はい、千葉の伊藤君の立場からするとなんとか食いつきたいですね。そうですね、組み手を影山君も得意としてるんですけどね、はい、やはり伊藤君の場合にはもう低く組んでそのまま持っていく体勢を作りたいですね。立ち合いどうか、千葉の伊藤、高知の影山の対戦。仕切り線下がった位置で影山、近い位置で伊藤です。中に入りたい伊藤、じっくり構えています。少し下がりました。さあ、もろ出した、わーっとひねった、コーチ影山右下手ひねり、決勝進出です。立ち合いの鋭さが影山くんの方が勝りましたね。立ち合いにね、一呼吸遅れたんですよ、はい、パッと腰を置いてしまったもんですからね、影山くん捕まえると同時に、まあ、で腰を置いてしまった、そのまま捕まえると同時に下手からひねったという形でね、ちょっと呼吸が、はい、合わないまま、はい、敗れた伊藤くんにとっては不本意だ、未練が残るかもしれませんね。このお互いにちょっと間合いを図りながらの立ち合いでした。そうですね、右からの下手ひねりました。高知の影山、決勝進出です。次の対戦は東山形県豊浦中学校伊藤雅史君、西青森県鶴田中学校山中光明君。2年生でただ一人ベスト4に残った山形の伊藤雅史、青森鶴田中学の山中光明、こちらは3年生、低い攻めが持ち味の山中、そして攻める、前にどんどん出るというのが持ち味伊藤。決勝進出をかけて準決勝の第2試合です。も立ち合いはお互いに呼吸を測って、低く入った山中、山中の攻めだ、寄り切り、山中勝ちました、決勝進出。皆さん何て言うんでしょう、いわゆるこの線を踏むという言葉がありますが、そうですね、これ準々決勝も決勝もね、はい、うまく立ち合ってその間に前回しを取って強く引きつけて出るというのはね、はい、非常に基本的な相撲でうまい相撲を取っていますね。ちょっと今伊藤君の方が少し先に立ち加減で、そこをうまく下に入りましたね、やっぱりね、さっきももう一組もそうだったんですけどね、はい、うまい相撲が生きていますね。そうですね、さあ体を生かした影山か、うまい攻めの山中かです。いよいよ今年の全国中学校相撲選手権は決勝戦を迎えます。中学横綱は高知秋中学の影山雄一郎か、青森鶴田中学の山中光明か、まもなくこの両者が土俵上に上がってきます。その様子をどうでしょう、高山アナウンサー聞けてるでしょうか。ちょっと様子はやはりこの大会勝負が迫っているということで、なかなか話もしてくれない中学生たちです。それだけこの勝負にかける気持ちというのが逆にこの表情から伺えますね。そうですね、コーチの影山雄一郎、1メートル90センチで118キロです。ただいま
校相撲選手権大会個人優秀選手決勝戦を行います。高知県安芸中学校の影山選手なんですが、はい、これまでですね、初戦から常に一戦終わるごとにですね、会場の外に出まして、はい、監督に胸を借りて稽古をつけていたんですけれども、はい、今回それはなく集中しているようでした。そうですか。一方のですね、はい、山中選手、はい、お父さんにお話を伺いましたが、もうまさにいつも通りの、精神状態で冷静に取り組めるんじゃないかとお話しいらっしゃいました。そうですか。さあ、この山中の技が出るのか。影山が大きな体なんですが低い相撲を取ります。そうです。これは立ち合いかなり重要な鍵になりますね。もう立ち合いが勝負の、一番大事なところだと思いますけどね。はい、じっと相手を見つめる影山、気迫のこもった表情、やや伏し目がちの山中、勝った方が今年の中学横綱。まだです。両手をしっかりついて静止をした状態から立つ、なんとか自分の形に早くなりたいという気持ちが出ています。山君は上手が早く取りたいんでしょうね。そうでしょうね。長身190センチの影山、なんとか食いついていきたい山中。1m73cm。 前回す、はいはい、山中出る上手の引き付け、影山、山中も右は前回す。あーっ、コーチの影山雄一郎、今年の中学横綱、力強さ、この気迫、青森の山中も攻めましたが及びませんでした。よく争いましたけどね、右の前水が取れなかったのがね、今までの状況からして、はい、立ち合いからです。立ち合いからですね、左の前は取りました。せっかく取ってたんですけどね、刺されましてね、どうしても最後まで右の前三つが取れなかったんですよ。右で一旦山中も上手を取ったんですが、ね、ここからこの影山の引き付けで伸びたんですね。それでそのまま振られるという形で、はい、影山君の回しが伸びてるでしょ、はい、だから右が殺されてしまったんですね。結局この右の前回しが効かなかったわけですね、はい、で一度そうです、右から振っておいて左からの出し投げですね。しかしこの高知の優勝した影山ですが、実は予選では1回負けてるんですよね。負けたんですよ。そこから立ち直って優勝。そうです。そうです。しかも個人団体の2冠に輝きました。そうですね。力強さが非常に目立った今年の高知の影山雄一郎でした。優勝したコーチの影山が再び入場してきました。まだこの気迫です。今日は団体戦もありましたので、1日に十何番相撲取ったでしょうね。あ、用意ができましたらこの影山選手にお話を伺いたいと思いますが、準備はできたでしょうか。インタビューは高山アナウンサーです。放送席、放送席、そして会場の皆さん、放送席、そして会場の皆さん、優勝しました高知安芸中学校の影山選手に来ていただきました。団体と個人合わせて2種目制覇です。嬉しいです。はい、圧倒的な強さで勝ちましたが、初めから自信はあったんですか。少しだけです。常にはもう押し相撲が多かったような気がしますけれども、どうですか、自分の相撲は取れましたか。はい、取れました。はい、あとですね、この大会序盤から強豪と当たりましたけれども、そのあたりどういった気持ちで戦ってらっしゃったんですか。もう一番一番集中して
取っていこうと思いました、はい、おしまいにこの後卒業後の目標ありましたら聞かせてください。高校でも相撲頑張って1位になりたいです。ありがとうございました。優勝しました高知県安芸中学校の影山選手に話を伺いました。では今年の全国中学校相撲選手権個人戦の結果をご紹介しましょう。優勝は高知安芸中学校3年生の影山雄一郎、1メートル90センチの長身。これは将来も皆さん魅力ありますね。そうですね、この体であの力強さ、はい、非常に将来があの魅力の的な選手ですね、はい、そして準優勝が青森鶴田中学の山中、そして3位には千葉志学館中等部の伊藤亮、それから山形豊浦中学の伊藤正志が入りました。山形の伊藤君はまだ2年生来年も非常に楽しみになってきます。そして今影山選手団体も合わせて2冠という話をご紹介しましたが、団体戦の結果もご紹介しましょう。団体戦は決勝戦、青森の鰺ヶ沢第一と高知の安芸中学校が対戦しました。まず先鋒戦、先鋒戦では今2冠に輝いた高知の影山が青森のエースの荒木関と対戦しました。その団体の決勝の様子もご覧いただきます。青森鰺ヶ沢の荒木関と高知個人戦でも優勝した影山、皆さんこの2人の勝負が団体戦もまあ、結果にそのまま結びついた感じになりましたね。そうですこれであの団体戦の先鋒戦で勝負がつくんじゃないかと、はい、みんなが予想してましたんでね、これが一番大事な勝負だったようですね。先鋒という名前がついていますが、どのチームもまず1勝して勢いに乗りたい、いわばエースをここに持ってくるわけです ね。この両者の対戦、これは団体戦の決勝、この時も荒木関の出足を影山が止めました。しかももろ差しです。まず1勝を挙げます。団体戦は3人が1チーム、2勝を挙げた方が勝ち進むという形になっています。結果的にはこの1つの勝敗が大きく左右する形になりました、はい、そして中堅戦です。青森の鰺ヶ沢一中は小浜選手、そして高知の安芸中学は畑山選手です。青森の鰺ヶ沢一対1としてはもう追い詰められた状態で土俵に上がってきました。高知の安芸中学はやはり一つまず先手を取ったことで気持ち的にもやや優位に立っていたかもしれません。高知の畑山が左の上手、まあ、外四つの形になって食い下がられましたが豪快な上手投げ、これで高知の安芸中学の優勝が決まりました。団体戦は高知安芸中学校が青森の鰺ヶ沢第一高校を破って初めての優勝を飾りました。2位には青森の鰺ヶ沢第一、そして3位には鹿児島の小宮中学校と徳島の石井中学校が入りました。さあこれで今年の大会がすべて終わった形になりますが、解説は鳥取県相撲連盟の理事長井田正夫さんにお願いしてきました。皆さん本当に力が白昼したいい試合が展開されましたね。そうですね、いい試合はあの皆さんの前で見せていただきました。はい、今日は長い時間どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。今年の中学生の中から将来のまた大物が誕生してくるか、これも楽しみになってきます。鳥取県の東白町で行われました今年の全国中学校相撲選手権大会の模様をお伝えしてまいりました。